個ですか。こちらの新聞ご覧ください。東京スポーツ4日の夕刊なんですけども、これを開きますと、見てください、記事載ってるんですよ。ちゃんと話題なんですよ。めちゃめちゃ川原さん、ね、テレビでもよくお目にかけますけども、なんと今日は来ていただいてるんです。川原博さんです。南電管での社長さんです。赤星です。どうも、もう返せません赤崎です。フレシキラーの赤瀬尾です。よろしくお願いします。はい、さあ今回はなんとですね、南電管電高円寺復活展ということなんですね。ちょっとやっと二郎系ではございませんが、はい、9月3日に再オープンしたということも、いても立ってもいられなくなりました。行ってきちゃいました。なるほど。かつて信頼館にねあったんですよ、南電管電というのは。でラーメンブームの火付け役となった、まあ有名な、そう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 、はい、でまあいろいろなことが、ね、あってね、2012年にこれ全店舗閉店してしまったんだけど、はい、そうそう、高円寺のもう本当に目の前にね、できたんで、なぜこの高円寺にできたのか、はい、ちょっとね理由聞いてください。はい、はい、聞いてみたんで、ここです、ね、復活の理由というのを。今回高円寺駅前にオープンさせた。前はなんでかんですか、新大田、そう、世田谷の、もう全然違うでしょ、場所の。いや全然そうです ね、前はもうね、本当にもう誰も歩いてないと思う、うん、もう全く歩いて1時間に5人しかいや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 、いや本当に本当ですか。本当に本当に、で電車が来て1日1時間50人が最高。ここは違うからね、5分10分で50人だ。あ、確かに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 。当時は環七沿いに車とかを駐車されて、お客さんとかがこう並んでた。前はほらどっちかって言ったら車相手をターゲットみたいな。あ、まあ、かつてとはちょっと時代も変わりというところもありますよね。そうですよね、やっぱりどうしてもね、車相手って厳しくなるんですよ。まあそうですよね。というわけで、つまりこれ車を使ってねラーメン屋さんに食べに行くっていうスタイルから、うん、人通りも駅前でね簡単にするラーメン屋さんが増えたんで、なんでかんでさま新しいこっちを選んでのスタートと、時代の流れ、そう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 、はい。では今回ね頼んだメニュー見ていきましょう。こちらの通貨、ラーメンは円ではなく南電です。ND って書いてあるね、ここ、というわけでこちら今回頼んだサンバカラーメン1070南電です。針金で頼んでまして、ネギ、卵、海苔がバカみたいに入っているんでサンバカラーメン。なるほど、ということで、うん、というわけでいつも通り食べていきましょう。はい、まずは、あ、豚じゃない、チャーシューと今回書かせていただいています。二郎系ではございませんのでね、はい、余分な脂の少ないキリッとチャーシューでございまして、うん、結構5、6枚入ってるんですよ。あ、そんなに。ではこちらが針金麺なんですけども、うん、あと私が私ヒゲがなくなっているということでね、非常に見やすくなってますね。そう思ってたんだよ。ポリポリの針金で非常に美味しいですよ、やっぱりね。そしてこれどんどんいきましょう。チャーシューと粉末の海苔も入ってるんですね。まあ、右上にこう大量の海苔がありますけども、真ん中にも青さっぽい海苔が入っているので、うん、豚の香り、その香りが合わさって美味しいんです。非常に美味しい、うん、で、あのサンバカなんで卵も入ってるんですけど、あ、なんと卵が何バカなんだよ、2個入ってる。すごく、ね、2個はなかなかない、なかなかない、ややかた半熟卵なんですね。美味しそう。で、アフタースープを今回も飲んでいきますけども、うん、豚のあのプーンとした香りが特徴的な超白濁濃厚スープです。はい、やっぱり博多ラーメンといえば、うん、ね、このように白ごまやっぱり入れますよね。すりおろすタイプじゃなくてこう振りかけていいっていうのもちょっと珍しくないですか。珍しいね、だいぶ。やっぱマシマシ TV なんで、マシマシで、マシマシで来ました。あ、潰すタイプね。これはね楽しいよ、本当に楽しい。自分まついやっちゃうよね。そう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 、ね、丸ごとかじろうかと思うさすがにね、それはまずいね。さすがにお店が提唱している食べ方で、まあ、そりゃそうでしょ、行きましょうと。あー、2個目来た。あー、これすごい。マシマシで、マシマシ TV なんでね、そこはやっぱりブレずに増していきたいと。家帰ってきたらめっちゃ臭いんだよな。あー、これまあそれ満喫してるっていうことで、このニンニクスープの染みた海苔を巻いていただいていきますね。はい、おっと、これがもう
強烈だった。一個あの全部潰せず半分ボロって落ちちゃったから。やばいな。カリッとしたものは。なるほどね。小皿もあるんで様子見ながらちょっとずつ女性とか絞っていってでもいい。まあまあその方がいいでしょう。あ、しかも器が入ってる。あ、すごいね。すごいでしょ。めちゃめちゃ入ってる。あ、さらに粉落としで。あ、はい、どうも。行ってみました。ちょっと聞いてください。はい。というわけで、粉落としっていう、うん、名前。うんうん、命名されたっていうの。そうそうそう、僕が考えた。ここに書いてるでしょ。え、ほらほら、あ、あった。え、うわー、ここいいね、この手作り感のね、手作り YouTube っていいよね。そうですね。もうだいぶ前だよ。30年以上前。あ、もうじゃあやっぱ元祖ですね。32年前、あの大学生が当時来てて、はい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 、でその男の子たちがね、博多の子で、はい、博多の人って硬い麺が好きなのよ。あ、なるほど。で当時ね、針金っていうのはあったの。はい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 。その大学生の男の子たちが替え玉をどんだけ早く食べるか、数多く食べるか競ってたのよ。なるほどなるほど。でそのうち10秒とか20秒とかってもう言うようになったのよ。あ、そしたらもう負けたくないやつが3秒とかって言うわけよ。2秒とか。そんなね、ラーメンの麺の周りのこの落とす程度でいいのっていう話を俺がして、粉落としっていう名前にそれでしたのに。そんな逸話があったんですね。そうそう。というわけで、やはりそんな言われたら粉落としで頼みますよね。元祖とかね。元祖の大橋巨泉が母音を生み出したように。いやいや、同じことにかくっちゃったね。あの人が作ったんか。いやいや、まあね、まあ、早い茹でに特徴的なぬめり、こういうのは一切なく、うん、あのツルツル麺でパキポキ麺だったんで、うん、やっぱりレベル高いですよね。これが伝説の味という味ができました。で一番最後にゆで卵を取っておくのが僕スタイルということで、スープもゴクッと、なんと会員です。美味しかったね。いやー、すいません、大変楽しいお話をお伺いしてきましたが、ちょっとじゃあ最後にね、一点聞きたいことがございまして、今後の抱負みたいなございますでしょうか。今日はね、店舗ちょっと増やしてね。あ、店舗展開して。なるほど。でほら、フランチャイズ、一般の人でもね、はい、商売に興味があって、あ、いい店を作りたいっていう、はい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 、元気が良くて、はい、うん、お客さんも思うの、うん、そういう店を作りたい。あ、吉本もしかして今、吉本？はい、吉本？4年目。あ、吉本。4年目の関と申します。お疲れ様です。元めくれめくりんだよね。そうです、はい。いや、もうよく聞いてたもん、名前。びっくりしましたもん、本当。ありがとうございます、うん、名前載っけときますんで、ちょっと。あ、すいません、ありがとうございます。頑張ってください、ちょっとラーメン作り、本当に。はい。何年かねさん、お邪魔しまして、ありがとうございます。河原さんでした。河原さん、はい、ありがとう、河原さん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとう。ということでございました、ねえ、いや、そうなんですよ、ね、あ、いっぱいいる。あ、なんでデビル、もう 92.28573 ということで、いや、100だろ。なんでデビルだったら、なんでデビルだったら100だよ。なんでデビル100円そのものなんだ。いや、今後まだやっぱりフランチャイズ展開していくということで、今1店舗なんだから今。いや、どんどんこっからどん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 さらにまだまたトライになるわけですね。そうなんですよ。トライ時代は繰り返されるもん。もうあの頃の勢いに僕はもう、まあ、さらに流星してほしい。なるほど。進化し続ける。そうですね、うん、ということで、あの今後まだまだ何年かんでさ増えていくということだったんで、河原さん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。